最後クラッシャー。こっからやな、こっからがちょっとまずい。さあ2回戦出揃いましたね。さあ大魔王対決、ゼータガンダム対ゲム VF。 じゃゼータガンダムさんはあのサブキャラでウルフも使えるんで、ウルフのことはもう知り尽くしてると言っても過言ではないでしょうね。そうですね、 P 角でしたね、13でしたね、マイナス8マイナス13でしたね。あれ結構やっぱ出してくるよね、ここぞで。アッパー、開幕アッパー。このジャッキーのアッパーがその他のキャラより強いとされてるっていうのはどういうあれなんですかね。フレームなんですか、マイナス 5? かかってほしい。ラリアット決めていって受け身攻めは失敗、抜けていく。さあ1が壁の、わあ屈伸してる、うまい、おほほほほ、通していく通していく。いや一気に側面攻めで一気にいきましたね。やっぱり投げに行くとね、側面取られるからリスク高いんですよね、このゲーム。なんだかね、投げに行くの抜けられた後そのまま食られるから。肘、うおー、アッパー、ベンベン、全回転蹴りからのアッパーガウシェ PK、 うわっぱ強いね、単純に火力が高いんか。あ、屈伸できないんですね、ジャッキーのアッパー。前の6っすか。じゃあ単純に減りがすごいってことか。さあロードルから、そうですね、ゲームさんは石井プロの、石井プロと同じチームを組んでたという友達ですね。さあからのロードロー、やっぱりその友達が強いとやっぱり石井プロの株も上がるよね。ゲムさんとチーム組んでたってことはやっぱ強かったやなってなるよね。おお、呼んでる呼んでいる、今完全に呼んでましたね。さあゲムさんリーチ、カードガードして、うわー暴れていく、投げ読んでますね。うわー、うまい、うまい、うまいぞ、置き攻めがめちゃくちゃうまいな。さあありがとう、確認して、さあ引かない、うおー、ハイアングルガードして PK、 下段投げで決めたか、出し切っていく、うまい、あー冗談だった、おほほ、うめえ、石井プロの友達うめえ、やっぱ強かったんやって石井さん、やっぱり。だってこの人とだって全国大会みたいなの出たんでしょ。はい、さあ、お、これはしかし馬さんが目を離した隙にリードしてますね。ゲーダン、おお、うまい、うまっ、やばい、壁と壁ともやん馬さん。あそこで壁に当ててコンボにいけるのは相当やり込んでるな。ああいう動きをできるようになりたいよな、壁に当ててどうこうっていうの。さあ中段から、おお、画面端、シュッシュからの避けて、さあ浮かす、ベンベンベンと、さあ起き攻め、ああこれ下段強いな、うわー避けている避けましたね。これ中段なんですけどね中段でも当たらんねんな、これ寝てると側面抜けて、シュッシュッ、これ前投げ通って、さあ11杯になりましたね。これがかなり強い状態です。投げる、前投げ通して、もう1、うわー、そうか、この後はあれか、側面向いてるから中段蹴りが出せるのか、旬でも。さあアポさん、あ、じゃあ馬さんが2本取ってきましたね、うまい、さあガードしよう、うまいっすよ、うわーキャッチ投げ、どっちだこれ、ニュートラルですかね、通していって、さあ残り一発、割り飛んでいく、はせ、おおキャッチ投げ、うわー違う抜けてる、うわー、うおー、ゲダムデキ、さあどうだーこれは、おーいった
いやー今の勝負動作見せましたね。てかあんな早くからゲダムできないやあの蹴り。激アツ。さあ逆にこれはテスコさんが攻め立っていきますよ。ゴー出てどうだ。下段ガードしてピピピ投げる。いったかこれは後ろ投げフィニッシュ。いやー弾力見せましたね。やっぱねフィニッシュブローでねやっぱブラッドはやっぱあの蹴りはかなり使われるとこではあるんですが、それをしっかり呼んでさらにそこからまくっていったのがすごかったですね。オーロラステージかこれ。でもあれだな、どうなんだろう、ジャッキーか。まあ一応段位は俺の上やな、スクラップ。まずそこでちょっと優位性を出していく。なるほど、読んでますね。反対やったが。投げなあかんな、この後こうだな。よーし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 。ごめんなさい、スタートは効かない。よし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 。さあ大魔王対決を制した者が決勝に行きますね。ウルフ対シュン。こんにちは。いや商談できましたね今日無事。よかったよかった。さあ投げていく。うお、下段投げ。ヘルすぎだろこれ。死ぬやろジジアなくなったら。ベンベン、ゲームさんの勢いが半端ないですね。そんなんだこれは。ダウン状態になる蹴りから飲んで、うーん酔いさましい。しっかりしている。めちゃくちゃ減りましたね下段投げ。さあゲーム3的にはかなりいい感じで1本取りましたね。さあ下段、酒飲みつつ、さあ、あ冷ますんだこれ投げでも。うわあ上段から側面連続人かな。うわあ強い。うわあ止まらねえ。
ゲームさんの勢いが止まらねえ。さあリーチ投げていく、前投げ抜けていく。さあどうだ、ここから3杯飲みましたね。下段さあ飲んで4杯。さあここからまくれるか、下段。ここは攻めですね、攻め系いった。さあこれで7杯8杯、3杯飲みましたね。さあいけるか、中段、これが出せるんですよね、飲んでたら。さあ上回れている。さあこれはリングアウトもあるのであっという間に下段。うっ、2杯、なんだいいの、あー死ぬ死ぬ、あー5下げた、暴れた。さあ2、2、いやこれはやばいっす、すごいなこれ側面からの投げに対して暴れていきましたね。さあどうだ、おー最後のシャヒット。さあどうだ、9杯、うん、危ないとこでしたが投げる、前投げ通して11杯。うわーやばい、サイクロシャガス、わーやばいやばい、これはどうだ、まくるのか、あーもうわからない、あーいった、最後に来てると。いやすごいっすね、マジか、かなり勢い的にはゲームさん優勢かなと思ったんですけど、怒涛の3連死でしたね。よし、じゃあちょっと次いきますよ、準決勝。ブラッドが、あっちゃっちゃった、あぶねえ。いやー、アクセスじゃなかったか。オッケー。うほほほほ。うほほほほ。下パンよく当たるのこれ。あ、いい、よし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 、いいですねいいですね、オーケーオーケー、決勝来ましたね。いや、ありがとうございました。よっしゃよっしゃ、大魔王への大魔王討伐チャンス。いや、たけしやっぱ強えな、さすがたけし。ちなみにポケモンのジムリーダーのたけしの名字はハイタニらしい、ハイタニたけしらしいわ。決勝は、ニサキになりますね。これマジです。あいつハイタニたけしです。確か。いや、旬対策がさっきトレモでやったから。いける。はず。よし、よし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 、オッケー、ラウンド2レディーゴー。かー、おい
おーしゃ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 、いいぞ、あるぞあるぞ、たけしあるぞ、間違えた、間違えたな、まあよし、あーそうか11振りやから、あー最高クラッシャー、こっからやな、こっからがちょっとまずい、酔いさまし、オッケー、よし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 、まず一本、まず一本取っていくぞ、キョキョキョ、いいねいいね、よしよしよし、リーチです、サイコクラッシュ反撃がね安いんですよね、よし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 、いいんじゃないですか、弾力あるからな、ここから、違う、ダメだろ俺、違う、もう間違えた、間違えた、しまった、やばい、抜けられる、あーなんでやねん俺、もっと待たなあかんのか、おう、おう、オッケー、おう、当たっていく、何で負けるんだこれ、ちょ待て、ちょ待って、待って、ちょ待って、下番負けんのかあれ、やばい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 、やばいやばい、ラウンド4レディーゴよし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 、やあしっかりしゃがんでる、ハハ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 ハ、暴えられるんだな、くそー、ちょっと連携が他のけどちょっと違うな、11フレパンチャーなんだよなこいつ、ラウンド1レディー
うわーマジで調べといてよかった。あーもう、わあ、壁コンいけんのかここから。どういう状況これ、めっちゃ遠、わ知らんって、そんなどんだけ離れんねん。読まれてるな。いやいやきつかった、さすがにきつかったな最後、引き出しの数が。いやもうなんかだいぶ実力差が出ましたね最後は。いやーお疲れ様でした、ありがとうございました。最後のもうなんかもう引き出しの差感が良かったね。いやー強かったな。